英国極真会っていうのは英国の空手っていう意味でやったからね、うん、それは誤解してるよ。じゃあ別に極真を乗っ取ろうとか、いやもう全然そんな、そういうのは全然ないない、乗っ取れないですよ。逆に松井君が頑張ってやってね、2代目ついた松井君は大変だよ、小山先生と比べられちゃうから。あ、いくら松井君が一生懸命頑張ってもね、小山先生と比べられるとね、みんな不平不満が出ちゃう。だから逆に緑健二君の方は新極真作って代表でやってる気が楽なんだよ、うん、僕も同じだよ。指導官作って分離独立して一匹狼一本どっこでやった方が気が楽なんだよね。下手な看板しょっちゃうと重たい、重たくなっちゃう。まあ、流れはもちろん小山先生の流れでね、はい、まあそうですよね。まあ、最初の先代がこう偉大すぎると、そう大変大変、まあ次の2代目とかがやっぱりこう大変ですよね。大久保館長大変だと思うよ、2代目そうでもないか、あいつあいついやでも大久保館長はもうなんかすごく人間ができてるとかすごくいい人で、いや、この人に体を教わりたいなと思いましたね。 あとね、将来ね、あいつね、元老にしてね、元老今9段だからね、大久保10段に俺の夢なんだよ、はい、行動館の加納治五郎先生が三船十段、はいはい、俺柔道の先生は三船十段の兄弟弟子なんで、はい、生きてて十段なんで、はい、まあ、沖縄行くと十段の先生いっぱいいるんだけどね、はい、でも大久保君を中学から来てね、はい、大久保君がそこまで育ってもらいたいなと思ってるわけ。大久保館長中学からやってるってことはもう50年ぐらいやってるやってる、へ、あれ発達、空手発達障害だよでも授業でもね、はい、不動産でビル4つ買ってすごいですよ、ね、うん、はい、10個にして、はい、俺に行くよこせっつって金をね、はい、貯めるのは大久保君ね、三流だよっつったの。名を残すのは二流だ、人を残すのは一流だよ。沖縄のケンニ君がね、それの先生は人を残してますねって言われたことある。だから超一流は金な人を残す、超一流になれって若い子に言ってるんだよ。なかなか難しいけどね、大久保君ならなれるかもしれない。あ、もうちょっと金使えばなあいつ人間痛いで、いや大久保館長の V 鍛錬すごいっすね。そあそこまでやるのはいないよ。あ、俺の弟子ただ一人だったの。 あそこまでやるの。コンクリートのブロックでも、そうそう、こう尖ってるところをめがけて叩いたりとか、じゃない、わざと痛いところをめがけてやったりとか、半端じゃない、半端じゃないですよね。あれは大したもんだよ。 あそこまで今の人って やらないんですよね。やらない。大久保館長はね、松井翔家極真の2代目館長とも仲いいしね、秀則君とも仲いいしね、包容力あるの。あ、みんなからこう慕われるっていうか、私面倒見がいい、面倒見がいい、面倒見がいい、面倒見よ。まあでも僕もその館長のところでちょっと試し針をあと2ヶ月でやるんで、コンクリートをもっと割らないといけないんですけども、僕インターネットで見たんですけど、総帥が郷田師範が投げたスイカを抜き手でこう、うん、抜いた写真を見たんですけども、うん、そうそう、あれって総帥、どのくらい鍛錬したの？桂小金寺のね、はい、アフターヌーンショーでさ、はい、抜き手やって足足が動かしちゃったで、バカッと親指ポーンってこんな張っちゃったの。今だに出ちゃった。 あの時左手包帯巻いてますか、ね、そうそうそう、はいはいはい、あ、それでじゃあ、うん、切り返す、うん、それバルボール中学校でやってたから、はい、指強かったから、はい、小山先生は抜き手の練習しろって言われてね、抜き手ばっかりしちゃってた。投げたスイカ空中で抜き手って、うんうん、まあ、安定もしてないし、そうそう、難しいですよね。難しい、難しい、スピードないとね。スピードですか、うん、瞬発力とスピードね。あ、タイミングとスピードですね。いや、これできるようになりたいですね。やればできるよ。できますかね。できるできる。投げたスイカを抜き手で。宮本君はさ、300キロ投げたんだからさ、はい、力があるから、あとスピードをつけてね、はい、脱力力抜いてね、はい、そしたら鬼にかなえぼんだよ。絶対すごいよ。いやー、でも空中で投げたスイカを抜くっていう、これはもう本当に超人技というか、うん、まあ僕も、あの写真を昨日見つけたんですけど、うん、その見つけた時これできるかなって、うん、心配になりましたけど。あとアメリカへ行くと、オリバーなんかね、はい、リングをポーンと投げてね、はい、ジャンプしてかかってパチーンとあったりね、テコンドーの技を使うんだね。あれらはすごい上手いね。あと大久保館長もこのリングを抜き手で抜くって言ってますよね、うん、これは浜井先生も言ったんですけども、うん、まあ、大山総裁が空手の真髄とはと、うん、まあ、試し針だということも言ってたんですけども、うん、
先生いかがでしょう、試し割り。大山先生は昔の沖縄の空手は大体川名とかいいから、はい、先生は牛やったでしょ、はい、なんか新しいの考えろって、で俺水亀考えたら、なんかないかなと、やったことないのね。抜刀流の三浦美幸が考えたの、はい、郡屋の大山茂ちゃんと中村大志ちゃんがアメリカから持ってきたわけね。何かしら考えるんだね。何かをこう最初に一番初めにやるっていうのはやっぱり相当勇気がいることです。考えてね、はあ、まず最初にそのあのバットを折るっていう発想も、氷を割るっていう発想もなかなか思いつかないですもんね。そこまでやっぱ最初にやった人がいないと、それをやっぱり最初に見つけてやるっていうことがすごいなって、うん、で大山先生のすごいのは、はい、今まで止める空手だったわけ、はい、で僕も大学の時、城西大学で第11回かな、関東大会、はい、立教と、その時先鋒、地方、中堅、副将、大将 5対5だったのね。で大山先生が考えて当てる空手やったでしょ、はい、あれも今考えるとね、最初考えるのすごいよね、うん、最初にそうですね、それまで寸止めだったものを当てるって、そう、まあ、もちろん周りから批判もいろいろあるでしょうし、うん、やっぱそこをやるっていうのは相当なことがないと前にできないですよね。フルコン空手の父だね。で大山先生もショート感やって直線から五十流横の動きしたんですよ。どっちかって五十流系と極真多いんですよ、はい、それからムエタイ試合行ったでしょ、いろんなとこ回ってきてね、新しいものをパッと考えるんだね、はい、ああいう発想はすごいね、あの発想、まあ、今あの指導官のルールで、うん、まあ、1ラウンド目空手、うん、2ラウンド目キック、うんうん、3ラウンド目総合 MMA というルールもあるんですか。侍ルール、侍ルール、うん、シカゴポリスもね、これ面白いですね。すごいすごい、シカゴポリス AD さん考えたのね、はい、それを今度はモンゴルでやるわけ。モンゴルでやるんですか、うん、モンゴル強いからね。モンゴル人は相当強いですよね。強い、昔の日本の昭和の初期の考え方と似てるね。なんていうかハングリー精神、ハングリー、ハングリー、なんかこう一旗あげようみたいな、そういうハングリーさん、まあ、今の日本じゃ、まあ、良くも悪くもこう飽和な時代といいますか、うん、もういろんなものが、うん、ものが溢れてしまっているがゆえにこう幸せがいっぱいあるんで、まあ、ハングリーさがなくなってしまった部分もありますよ ね。昔の侍でも戦国時代の侍とね、はい、幕末の国家のために志士たちが動いたでしょ、命がけでね、はい、それから今の若者、僕たちのちょっと先輩はあの連合赤軍とかね、連合赤軍、そういう命かけてやったでしょ、まあ、いいは悪い別としてね、はい、今平和な時代続いちゃったからちょっと軟弱しちゃってるんだね。まあその侍の話なんですけども、まあ、浜井先生の話でも出てきた薩摩次元流の、うん、やらなければやられると、うん、一撃でやらなければ一撃でやられる可能性があると、うん、まあ、本当にこう生死をかけた戦いとかが多かったわけなんですけど、うん、そうするとこの侍の精神とはいかがでしょう。武士道っていうのは破格での教えとかね、まあ、最近ではニトビなど武士道ですね、はい、藩によって多少違うわけ、はい、あの会津の教えとかね、はい、あの薩摩次元の教え、まあ、学校で言えばあの東大、京大、国立大学ね、六大学、はいはい、早稲田慶応多少違うけど、はい、武士道とは死ぬことなりっていうのは、はい、死ぬんじゃないんだよね、死んだ気で生きろってことなんだ、ね、死んだ気で生きろ、死んだ気で生きろ、それを戦争で特攻隊に利用されたわけだ。 あれは自殺行為なんだよね。あ、キリストも自殺しちゃいけないんだよね、うん、だから武士道とは死ぬことじゃなくて死ぬ気になって生きることなんだね、うん、だ文武両道ね、うん、なんかその特攻隊の頃とかっていうのは、うん、このいかに、うん、あの戦場で潔く死ぬかが、うん、まあ、美談みたいになってた時もあったんですけども、うんうん、それはやっぱ間違いだ、間違い間違い、うん、国家のためにあの体を張ってやるってことは大事なんですけど、無駄死になるんだね、無駄死にしちゃいけないんだね、生きて戦うんだね、まあ、そうですよね、うん、死んじゃったら何もできないですよね。大本営発表って何でも信じてたでしょ、うん、だ極真時代も僕の先輩なんかでもね、外国から来るんですよ、はい、で外国の人みんなあばら折って怪我したとか、はい、自慢話でしてる人多いんだね。あ、そういう人に限って試合出ないんだよ。怪我自慢、いますね。いますね。自分の怪我自慢、いかにこう、大きい怪我をしたかみたいな。あ、いますね、そういう人。だろ、強いと思って勘違いしてるんだよ。あ、それはまた、本当は怪我すると恥ずかしいです。恥ずかしい、恥ずかしい。あ、そうですよね。うん、では、次の質問いきます。これは、あの、そうせ前に、
ちらっと聞いたんですけども、大相撲の高見山関が、うん、まあ、あのエースとして新しいプロレス団体を旗揚げしようという動きがあったという話があったということなんですけども、これについていかがでしょうか。梶原先生が高見山を引き抜いてプロレスの団体を作ろうとして1億5000万のお金を四国の松山にあの相撲ジャイアン、はいはい、大本さんという人がいたんですよ、はい、それにお金預けちゃった、はい、その人は、まあ、柳川さんの若い人だって、その人お金使い込みしちゃったの。1億5000万を使い込みした。先生戻んなくなっちゃった。当時の1億5000万って今で言ったら3億ぐらいですか、始まるんですか。それで僕の友達が取り立てに行ってね、はい、それで唐田さんとかね、はい、村のかみんな家業の人が出てきたわけ、はい、相撲も昔あの工業漢字元は村の世界のやつだわけ、まあ、そうですね、当時のまあ格闘技の世界というのはまあどうしてもそういう興行にはそういう世界が絡んでますよね、はい、代表的なのはあの神戸芸能の、まあ、田岡さん3代目が美空ひばりさんだとか、はい、力道山とか、まあ、いろんな興行やってたでしょ、はい、うん、そういう時代だったんだね。今は国家権力が厳しすぎて、はいはい、締め継ぎすぎちゃうんだ。だから締め継ぎすぎちゃうからチャイニーズ マフィア入ってきちゃってぐちゃぐちゃにしちゃう。それとあのそのまあどっちにもつかないこうグレーゾーンの半グレみたいなのが、そういうの困るんだね。何をやってもいいみたいな半グレが今すごい多いですよね。看板持った人は帰ってそういうことしないんだよね。中途半端なやつは悪いことするんだね、ひどいことするでしょ。逆にその看板あった方がちゃんと筋を通すというか、うちゃんとしてる人は多いですよね。だ警視庁の亀さんなんか剣であって、はい、堀さんなんかと仲良かったんだよ、新入生の堀さんなんか。あ、警視庁の方ですか。そうだよ、みんな裏で情報を聞いて、はい、なんか悪いことしたらすぐ捕まえちゃうの、パッて。で、まあ、この高見山がエースの新団体構想なんですけども、まあ、その相撲ジャイアンの方が使い込みをしてしまったと、うん、いうことでじゃ あの頓挫してしまった、うん、梶原先生も人がいいとかあるから、はい、任せてね。梶原先生は、うん、その1億5000万をどうやって出したんですか。先生映画で結構当てたからね、うん、地上最強の彼女とかいろいろやってたでしょ、はい、で そこからこうね、うん、夢だったんだね。でそれで格闘技の祭典やりたいっつってた。ああ、なるほど。芦原氏の松山道場開きに、はい、これ梶原先生と行ったのね、はい、芦原氏が天皇陛下の泊まるあの船水かな、はい、旅館取ってくれたの。船水じゃないな、船屋、船屋館。あ、そこにあのその相撲茶屋やろうとした大本さんが来たんですよ、はい、で芦原さんがあのガードマン会社やつだって松山で、あ、用心棒取っちゃったわけ仕事、あ、飲み屋の用心棒で、その大本が柳川さんに言いつけてるわけ、この空手小僧が俺の仕事取って芦原さん悔しいって顔してたら、しのぎを取られた。そうそうそう。でも芦原さんは面白いのはね、松山の警察学校に空手教えてたわけ。芦原さんは手出さないんだよね、はい、出せられない、警察が周りいっぱいいるから捕まっちゃうから。なるほど、うん、だから仕事バンバン取っちゃったわけ、まあ、自分もあの、うん、先日その芦原会館の方に行ってきたんですけども、うん、まあ、秀則館長の方にもいろいろお話を聞いて、うん、まあ、今も警察関係の方が結構来るって、うん、言われてますね、うん、帽子かぶってさ、極真 のマークつけてさ、はい、極真警備ってやってたんだよ。でパチッとポンポンって棒出るわけ、はい、それを改良、そうそう、はい、それを改良してトファ、トファ作ろうとしたわけ。それがあの A バトンっていう、そうそう、 A バトン、バトンで世界中に売ろうとしたわけ、はいはい、見てあそこのさ、神前のところにトファ持ってきて、トンファはあのうちのやつもなんか、そうか、トンファ面白いって言って面白いやってたので、僕はトンファで殴られるんじゃないかと思う。パチンパチンとさ、ここでこう 回すんですよ、うん、あれね、スナップ、スナップ、うん、力一回抜いてパッてね、こうくるっと回す、そうそう、パン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 、ね、スナップかけるはずっと長く握ってると力入っちゃうから、軽くね。武器術ってでも面白いよ、ね、面白いですね、うん、薩摩でみんな武器取られたから、はあ、琉球の人たちね、はあ、それで農機具とかいろいろ使ったから、ね、ああ、農機具ですか。だか防術もなんか一番そのあの攻め手の基本だっていうふうに大久保館長が言われてたんですが、うん、あ、なるほどなと思って。新選組天然に春流も剣術、防術、柔術、奇術やってるよ。奇術、奇術、奇術って何ですか。奇、奇、あ、奇ですか、うん、メンタルトレーニングやる。 あ
そっちの木ですね。そうそうそう、だからいつも五神木でやってるのね。東西南北天と地一体するわけ、はい、メンタルトレーニング大事なんだよ。メンタル、あ、そうですね、メンタル大事、メンタルが強くないとダメだ、ダメですよね。あ、すごい、トンファー、このトンファーね、はい、これをさ、はい、ずっと掴んでダメなの、角す、はい、回すわけ、人差し指と親指で、そうそう、はい、これ全部あの、おー、すごい、刀、刀、え、真剣受けたんですか。これ巨神時代からもう50年ぐらい経った、すごい傷ですけど、これこれさ、これね、はい、掴んでダメ、クルンクルンってこう、あ、ガチって握っちゃダメなんですか。握っちゃダメ、へぇ、スナップ、そう、これでね、パチーン、パチーン、落としちゃいそう、パチーン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 、これトンガ大好きでやる、ものすごい傷ですけど、これパチーン、これパチーンって挟んなってる、ここ、あー、よく演舞やったんだよ、大好きで、へぇ、大山康子さんもトンガうまいね、あー、先日は水谷さんも、うん、店の水谷さんでやられてました。そうそう、すごいこれ、傷が。これもう50年、50年ぐらい経ってるよ。刀を受けるんですか。受ける受ける。ガーンって。バツーンと受けるとこう、青くなっちゃうよ。バチーンと。バチーンとこう。うわ、青くなっちゃう。で、これパーンって打つでしょ。バチーンと打つわけ。あ、ここでこう受ける。胴をつけてさ、剣道のとこ。あ、剣道のとこ。バチーンと打つ。あ、これもなんか、そうそう、面白いでしょ。面白い、面白いですね。これ、スナップだからさ。はい、懐かしいだと。うちのやつが覚えようとしてましたけど。来たらやった。足原先生はこのトンファーを改良した A バトンっていう。A バトンを作ろうってなった。ガードマン会社やってた足原社は。はい。はい、そうすればまあ、あの足原社のことは、うん、こういうのも。兄弟子入門した時、はい、足原さんが長尾ぐらいだったかな、はい、中村大さんと大山茂さんとか、はい、大山康子さんも弁護士の勉強してたから、はい、あの足原さんといえば喧嘩中断という意味なんですけども、うん、足原さんの喧嘩中断はどうでしょう。俺が入門した時にあのメリケンサック持ってたね。